備していきましょう。アイテムボックスでは所持しているアイテムの整理ができます。ゲイ！これはスリンガーの弾に使えそうです。離れた場所に撃つことができるんですよ。探索は順調ですか？ターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。仲間がターゲットを狩猟中です。シルベムシを頼りに駆けつけましょう。
モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。なかなかターゲットが見つかりませんね。シルベムシや生態マップをよく確認しましょう。ターゲットカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。ターゲット以外のモンスターです。無理な狩りは禁物ですよ。
強力な弾、スリンガー貫通弾ですね。届かない弱点部位も狙い撃ちです。スタミナの最大値が減ってきましたね。最大値を増やしたいならこんがり肉です。生態マップでは現在の位置やガイド先、ハンマーは打撃力の高い近接武器です。このモンスターがクエストターゲットです。さあ、討伐を目指しましょう。ハンマーは打撃力の高い近接武器です。頭を殴るとめまいを起こすことができます。
力な攻撃に気をつけてください。体力が低くなっています。離れて回復薬を使ってください。失敗してしまいました。またお会いできるのを楽しみにしています。見てください。
弓は力をためて矢を放つ遠距離武器です。矢の威力が高まる距離を常に保ちましょう。頼りに追いかけましょう。モンスターが疲労しています。こっちが攻める番ですよ。
です。おそらく巣に帰って休むつもりです。仲間の体力が減っています。生命の軍人を使って助けましょう。クエストクリア、おめでとうございます。